自分自身やっぱ結構引きずったんですよ、そういう意味で言うと。あ、俺受験ですら頑張れねえのか、大学受験ですらっていう。相談乗ったりいろいろ勉強教えたりいろんなことやっていく中で、その一番やっぱいいなって思ったのは受験に対して。武田塾チャンネル。まあもう本当に直前期じゃないですか、はい、でいろいろ直前期の勉強とかも話してきたんで、こうこの後来る質問って何かって言ったら、やっぱこう当日どうしたらいいのみたいな。当日、入試当日。そうそうそう、はい、どういう心持ちで、どういう気構えで挑んで、どう対処していけばいいのかってことをですね、こう話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ最後の話になるんですけれども、はい、最後の話はですね、まあ、受験そのものに関しての話ですね。これは受験そのもの、うん、悔いを残すなっていう話をしようと思うんですよ。うん、まあ、ここは大事じゃないですか。一番大事だと思います、うん、自分は自分自身が受験に失敗したと思ってる人ですね。あ、そうなんですか、うん、で、なんでかって言ったら、はい、大学に行きたい大学に行けなかったからじゃないんですよ、はい、別に正直行きたい大学なかったんですよ、自分は。とりあえず受かったところでいいやっていう発想が結構あったんで、はいはい、で、なんでかって言ったら、あの受験に対して本気になれなかったっていう悔いがあるんですよ、自分が。あ、そこに悔いがある、うん、つまりですね、そこを何で思ったかって言ったら、落ちた時に全く悔しくなかったんですよ。でしょうねって正直思ったんですね。あ、もう落ち着いてしまった、うん、はい、で、あのその理由が、まあ、頑張んなかったもんねって正直思っちゃったんですよね。あ、うん、でもだからやっぱり武田塾に携わってて、で、ね、あの武田塾の塾生じゃなかったとしても、塾生だったとしても、やっぱ相談乗ったりいろいろ勉強教えたりいろんなことやっていく中で、その一番やっぱいいなって思ったのは、受験に対して全力でやりきって、いやもう本当に後悔なく今のこの大学進学できますって思って言ってる人、受験を全力で挑めた人っていうのがやっぱ一番すごいなって自分は思うんですよ。いやー、本当それだと思います、うん、そう、全力でね、本当にもう魂ぶつけて、そう、そこがやっぱり大事かなって。自分自身やっぱ結構引きずったんですよ、そういう意味で言うと。あ、俺受験ですら頑張れんのか、大学受験ですらっていうところがやっぱあったんですよね。だってまあ特にやっぱその再受験とかの方じゃなければ、やっぱその高校生とか、まあ、10代のラスト頃の受験で、大学受験っていうのはやっぱその将来のね、あの進学っていう意味で、まあ、基本的にラストなわけじゃないですか、院とか進まなければ、はい、ってなると、ね、人生の中でも、まあ、1、2を争う頑張り時だと思うんですよ、そこまでも人生の中だと。そこですら頑張らないってどうなのよって自分自身思っちゃったんですよね。そうですよね、結構この先も頑張れないんじゃないかって、次いつ頑張るのよじゃあみたいな話になるなっていうところがあって、はい、だからやっぱりそこで全力を出して、自分が今できる全てを尽くして、その入試の結果を受け止めて納得して自分の将来に進んでほしいと。その結果が第一志望であれば、やっぱり自分もやっぱ嬉しいし、もちろんすごくいいことだと思うんだけど、でもその結果がたとえ志望校じゃなかったとしても、やっぱり第一志望じゃなかったとしても、自分はいやでも自分自身納得できたんで、もうやりきったんで、ここ行ってそこでまた新しく頑張りますって言ったら、もうやっぱ、はい、本当に受験してよかったなこの子はって思うんですよ、うん、なんていうか、自分自身が頑張ってるっていうことを積み上げてきた人が、やっぱりどのステージでも輝ける機会っていうのは多くなる、うん、そういう意味でやっぱその入試当日に力を発揮できなかったって思って入試を終わんないでほしいっていう、うん、もっとやれることあったんじゃないか、うん、この時ああしてれば、あの時こうしてればみたいなことがないように、もうやるだけのことやったよと、受験に対して、もう、ね、受験はいいやと、もう次のことを考えようと、次のステージで自分のやりたいことをまた作り上げて磨いていこうってぜひ思ってほしいなと。そうですね、毎回悔いを残さないって自分の中で毎回言い聞かせて勉強してほしいです ね、うん、ですね、はい、なので、ね、悔い残すなってことで、はい、あの体調を崩してね、受験受けられないと本当に悔いが残るので、それは体調管理もね、あのしっかりして、あの風邪ひいた時とかはしっかり治して、うん、治すのも受験勉強だと思って、はい、ね、心身ともに、健康に
全力で受験に挑んでください、ね、の納得できる結果になることを、はい、一度、ね、祈っておりますので、はい、まあね、といった形でぜひね本番当日、試験に挑んでもらえればと思いますので、入試当日の挑み方は以上と思います。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからまた見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。